将校は春秋時代の牢の君主。名はどう漢光の子で漢公の後を受けて牢国の君主となった。在位32年、漢光6年9月24日誕生。この日は父漢公と同じ誕生日であったことから、道と名付けられる。紀元前694年、漢公が政で王死したのを受け、牢校の座につき12月に漢公を弔う。 昭和八年、聖の講子旧と漢中が炉に亡命してきた。翌年、聖の漢公が兵を発して、炉軍を撃破すると、炉は旧を殺害した。聖は炉に漢中の身柄をよこすよう要求した。炉の制伯は聖が漢中を重く用いようとしていると、見抜き、炉の不利になるので漢中を殺すよう昭光に進めたが、昭光は、聞き入れず、漢中を聖に返した。 昭光十三年、昭光は、正の観光とかで会合した。この時、曹が観光を脅し、正が奪った、路の土地を返還するよう要求した。観光が返還を約束すると、曹は観光を釈放した。観光は約束を破棄したいと考えたが、観中の勇めを受けて、路の土地を返還した。昭光の夫人の愛嬌は、正の人で、子がなかった。 将校は死に望んで諸子の仏器を講子に立てようとしたが、将校の弟の祝賀が、上の弟の警報を立てるよう主張した。末程の末優は、仏器の立つ死を指示して、将校の名により、祝賀に、毒酒を飲ませて自殺させた。将校十二年八月五日、将校は病没する。去年四十五。これを受け、末優が仏器を立てて、ろくんとした。十月。 警法がブチを殺し、将校の諸子の刑を、ろくんとした。父親、母親、兄弟、非、子女。ありがとうございます。